てください。呼びますね。はい、呼びます。開けてください。呼び込みたいシステム。どうぞって言いたいんですか。あ、来た。あ、来た。今叫んじゃった。こんばんは。ゆかつんこと、フラメンコの舞踊家の岩ヶ谷ゆかです。今日もよろしくお願いします。第10回のゆかつんのときめきの扉でございます。スタートさせていただきます。こちらの番組でですね、何度もご紹介させていただいてました、静岡フラメンコフェスティバルというのが、開催されますってずっと言ってたんですけれども、この前の日曜日ですね、一昨日ですけれども、無事に開催されました。大盛況で終えることができまして本当にありがとうございます。どの教室もですね、100人を超えるお客様がいらっしゃって、各教室で、東京からですとか地元ですとかもういろんなバックアーティストをお呼びしまして、華やかにめくるめくステージを、開催させていただいてました。で、私もあの岩ヶ谷ゆかフラメンコ教室、エスディオゆかフラメンコというあの教室やってますけれども、5時過ぎから、ショーをやらせていただきまして、生徒さんもですね、日頃からの練習をもう発揮していただきまして、東京からアーティストをお呼びしてたんですけれども、フラメンコっていうと、歌と歌に寄り添うんですけれども、歌とギターと踊り三位一体となって、表す芸術なんですけれども、歌に寄り添って、踊ることができました。本当に生徒の皆さんお疲れ様でした。そしてご来場の皆様本当にありがとうございました。はい、また来年も、頑張りたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速ですけれども本日のゲストを、お招きしたいと思います。再登場となります東洋宿命学院、校長の松本重生先生です。どうぞお願いします。先生、はい、こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、この前、YouTube ね、初めて、だということで出ていただきました。ありがとうございました。反応どうでした？ YouTube、結構遠い人から電話かかってきて、出たねなんて言われてね、びっくりしちゃったんですけど、本当に日本だけにとどまらず世界中でご覧いただけますので、本当にアーカイブもずっとこう残って、いつでもね、お気軽にご覧いただけますので、またお友達とか故郷の皆さんとかにも、ぜひご覧になっていただいてください、お願いいたします。さあ、先生は、占い師を目指している方々のための学校を開いていらっしゃいます、東洋宿命学院というね、占いの学校の校長先生なんですけれども、静岡校の校長先生でありますね、で今日はですね、いろいろどんなお話にしましょうなんてご相談してたんですけど、テーマ決まりました、なんと皆さんが気になる、じゃじゃん、今日は天中殺についてです。天中殺ってもう先生、びっくりする、なんか怖いってイメージがある、自分ちょっとどうなるとか、どういう風に過ごしたらいいのとか、一体天中殺、私はもう地獄に落ちるのとか一般的な意見からするとなんかイメージがまたこう、天中殺ですよ。先生どういうことですか、天中殺。簡単に言うと、天を中殺するという。中殺、中殺ってどういうことですか。すいませんね、本当に何もわからなくて。もうちょっと言うと、その天の力を借りることができない。天の力を借りることができない、天中殺。はい、この世界、この世界っていうのは、空間と時間からできている。
っていうのが、ね、空間と時間からできている、うんうん、はい、今私たちが生きている宇宙、そうそうそう、うん、空間と時間、はい、うん、昔の人はそういう季節のか、ね、うん、変化していく中において、うん、いろんなものが生まれては消えていく、ね、そこのところに時間の経過とともに空間が変化していって、はい、うん、そこに、うん、生命が誕生したり、うん、亡くなったりというね、そういうところから、その空間と時間の仕組み、仕組み、うん、そこに、はい、なぜどうしてってこう話になってね、まあ、うん、なぜっていうか何って感じで、そう、それで、それでまあ宇宙というのは、はい、宇宙っていうかね、この自然界っていうのは、うん、空間と時間、はい、うん、空間というのは宇宙の広がりですね、はい、うん、で時間というのはあるものにしか存在しない、つまり地球なら地球の時間、はい、地球の時間、うん、はい、ね、はい、いずれはなくなるかもしれないけども、まあ、そうですよね、うん、はい、だから時間というのは、ええ、うん、自分もそうですけど生まれてから死ぬまでの時間しかないわけね、はいはい、そうです、人間、うん、ですから、うんうん、人間が生まれて死ぬまでの時間、うんうん、そうそうそうですね、うん、はい、それで昔の人はいろいろこうね考えて、はい、空間ってどうなってる、時間ってどうなってるっていうところから始まって、はい、空間分類したら、はい、うん、10個の10個、うん、10個の種類の空間ができて、はい、時間の方分類したら12個になっちゃったのね、はい、うん、空間と時間が結びついて一つの宇宙なのに、はい、うん、時間が12、時間12ですね、うん、はい、空間が 10、あれ2個足りないぞと、足りないです、うん、そこが天中札、あらなんか分かったような分からないような、うんうん、そこ空間が、うん、空間が、そうそうそう、ね、ということですね、10と12で2個足りないんだよね、はい、2個足りない、うん、だからそこが問題なんだ、うん、そこが、うん、じゃあよくよく考えてみたら、はい、どういう状態って言ったら、はい、人が寝て、ええ、あ、一日寝てね、はい、朝起きて、うん、活動して、はい、そして夜疲れて眠る、はい、寝てる時は何もないね、時間だけは過ぎていく、はい、うん、夢見てる、そう、夢見てる人もいる、そう、うん、そういうね、ええ、うん、ない時がある、それが一つの、うん、運勢のお休み、なるほど、運勢のお休み、うん、ちょうど夜寝てる状態、なるほど、うん、それが天中札、お休みしてくださいよ、そう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 、うん、だからそこを休まないで24時間働きました、うんうん、はい、うん、収入は増えるかもしれないけども、はい、休んでないから、ええ、うん、その後、はい、うん、フラフラになっちゃう、過労死、そう、フラフラになっちゃいますね、うん、休まないと、そうそう、うん、だから判断力もおかしくなってくるだろうしね、うん、いろいろな、水に働いたような状態になってしまうよ、うん、っていうことですか、そうそう、天中札は、まあ、そう、休みなさいよ、うん、そうそう、だから何も怖いものじゃないのね、そういうことですね、うん、必ず一日に昼と夜が、うん、で、はい、活動と休息、うんうん、これセットになってるわけだね、なるほど、うん、だから1日と考えて、うん、寝てる時間もあるじゃないかと、そうそうそう、ね、うん、だから、そこのところを運勢の中にもあるんでしょうと、はい、うん、だから活動する時もあれば、はい、お休みの時もあると、うん、人それぞれなんですけどね、なるほど、うん、これはもう人それぞれに、うん、なんていうんですか、指標っていうか、そうそう、あの10日ごとにね、10日ごと、10日ごとに変わっていくんだけどね、はい、うん、で6種類ある、6種類だから同級生でも、はい、6種類その天中札の種類があって、え、うん、天中札の種類が6種類あるんですか、そう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 、分、うん、かんない、細かい、そうなんです、うん、例えば寝牛、ね、天中札とか、はい、トラウ天中札とか、えー、うん、知ってる、すごい、マキさんすごい、詳しい、だから来年はこの辰と巳が来るね、来年ね、うん、そうすると辰巳天中札の人が2年間運勢のお休みになった、はい、運勢のお休みは2年間、うん、2年間、あ、うん、それは、うん、あのその時に活動して、うん、あの悪いことが起きるとかじゃなくて、うん、あのお休みの日です、時ですよ、そうそうそう、っていうだけ、うん、お休みの時だからちゃんと休む、はい、うんうん、どんな休み方がいいかっつったら、はい、勉強する時、お、
まあ、先生もうやっぱそれは2年は勉強して、うんうん、こう英気を養うじゃないんですけど、うん、そういう時だよって学ぶ時だよっていう、そう、活動のために準備の時だ、なるほど、うん、天中札は活動のための準備、まあそういうことなんですね。決して何もしないでよっていうだけじゃなくって、うんうん、学びの時間としていいんですよっていう、ね、受動的に生きる、うん、ね、あ、ま、受動的に生きる、うん、学びっていうのは受動だから、そうです ね、うん、へ、一番いいのはその学びをしてる方がいいよと、うんうん、だから、悲観的になってこもって何もしないとかっていうじゃなくて、そういうあれじゃない、うん、じゃなくて、うん、それは間違った過ごし方、うん、本当ですね、うん、学んで、うん、まあ、それ充実して過ごしてくださいよ、そうそうそう、うん、まあ、そこは気をつけてください、うん、あとね、その時に一生の間で何度もしないようなことをやるってことがとても積極的なことになる、え、もう一回言ってください、一生の中で何度もしないようなことをするということはものすごい積極的行為で、後になって災いとなる、後になって災いとなるやっぱり気をつけることはありますね、そこみんな、そこだけみんなね、わーっとこう言うから、なんか、うん、店長怖いってなるんだけども、それさえしなければ、うん、そういうことですね、うんうん、そう、まあ、例えばまあ、うん、結婚先生一緒に何度もしないよね先生前回いろいろそうそうございましたね先生、なんと、まだな、学んでない時に、うんうん、そうそう、ね、ご結婚しようとしちゃって、ちょうどその転職の時だったわけ、そうなんだ、あらー、うん、ってなっちゃって、うん、すぐにチーンって、はい、終わりました、はい、すぐに、ね、うん、いや今お幸せなんですけれども、うん、だからあの早くね結果が出たから軽く済んだ、本当ですね先生、うん、それすごく、それね、知らずにして結婚して、うん、子供が生まれ、いやってなってくるとね、うんうん、今度大変だね、なかなかの道のりをこう行くことになりますか、うんうん、特にね結婚がか、あの、うん、そういう時に結婚してもね、あの完成しないって言われてます、完成しない、うん、あ、天中札の時にやっぱ結婚はしちゃダメよ、うん、ということですね、うんうん、そうそう、だから結婚だけじゃなくて、その一緒の間に何もしないような、例えば家を建てるとか、天中札の時に家は建てちゃダメ、うんうんうん、それと就職も電池でもそれ来ちゃうんですね、うん、就職はちょうど、それはね、卒業して卒業してくる人は、うん、それはそれでしょうがない、でも多分そこには長くいられないかもしれない、うんうん、また何年かしてタイミングが、うん、っていうこと話ですだけで、そうそうそう、でもまた仕切り直して転職したりするじゃないですか、そうそうそう、そこちゃんと見てよ、うん、そうそうそこちゃんと行けば、うんうん、あ、そこが幸せになるよとか、そういうこと、うん、でもそういうアドバイスも、うん、あの東洋宿命学院で学んだり、うん、ま、先生はあの松坂屋の北館5階であのブースもちゃんと持っていて、うん、宿命占い堂というね、あのお店って何ですか、ブースですね、ブースをね、はい、お持ちですけれども、あ、有名な先生で本当にもう長年そういうところであの鑑定もされていたり、あの講師の皆様もあのたくさんいらっしゃったりするんですけども、そこで個人的にいろいろ見ていただけるっていう、はい、まあ、天中札の、うん、まあ、その人なりの悩みもあったり、うん、そうそうね、あの周期もあったりしますよねって、うん、あの12年に2年間は必ずどんな人も来るのね、12年の間に2つ、うん、2年間、そう、2年間、うん、ね、で回ってくる、うん、で回ってくるたびに中身がちょっと違う、はい、中身も違う、うん、5種類ある、ああ、うんうん、それは先生のとこに行って聞いてよっていう話になります、うん、そうですね、うん、どんな感じです私っていう、そういう感じになるんですか、うん、そうだね、でなんとなく、うん、あの占いブースのね、うん、あの来てくださるお客様も、うん、なんとわかるじゃないですか、うん、大作家なんですとか、うんうん、今私運気が天中札ですとか、うんうんうん、したら見ていただいて、うん、あ、その種類があるうちのこれだからこういう過ごし方をしてよっていうのが先生はわかるよ、特にねって、あ、言ってくださる、うんうん、そうそう、だからこの前の天中札の時には、うん、在天中札だったから、誰の、私、うん、先生も見てくれるのか、え、私何でした、在天中札どういう感じだったんですか、だから在の出入りがスムーズにいかないと、あこりゃこりゃ、本当、だから、知らずにして過ごしてね来たっていうことは、すごい良かった、だから積極的なのやってないから、そっか、何か自分で、うんうん、そっか、新しいこと始めたりしてなければ全然大丈夫、うん、
長年フラメンコ教室の講師をしておりますが、うんうん、それはそれでよかったっていうことですか。地道に地道にねやってて普通に暮らしてましたけれど、うんうん、だからそれはそれで、まあ、ちょっとね、うん、でも、うん、あのコロナが始まってね、そうちょっと、うん、あ、さっき言ってましたね、コロナで私ほら緊急事態宣言なり、うん、あのね生徒さんたちでね月4回のレッスンが2回になったりと、うん、おーって感じでしたって話もさっきしてたんですけど、うん、まさに、まあ、そういうことだって、うん、でも今私天中作開けて、うん、もう全然心配ない、ましたね、うんうん、これもまああの今まで通りでも、うん、あのただ本当にね、うん、あの皆さんと楽しくお教室をねで踊ってたりするんですけど、これはまあ普通に過ごしてても順調にいきますか、はい、先生、はい、もう不安になりますけど、うん、でも先生いつもなんかこれしようかなっていう時、あ、それねやめといてとかちゃんと言ってくださりますので、うん、あの皆さんも、ま、ブースね松坂屋のブースに行きますとお弟子さん、ま、講師の皆様、うん、あの見ていただけるし、うん、あの先生松本先生ご用名だとあのちゃんとあの、うん、ご指名いただければご予約もいただければ、はい、先生が言ってくださるっていうことですので、はい、もう特別に見ていただきます、うん、指名料は先生ありますか、としみんさんから質問です。としみんさん先生は鑑定料がちょっと高い、有名な先生なんです、うん、おいくらぐらいでそこのブースでは見ていただき、あ、ボリボリボリ先生有名な先生、うん、あの一応30分ね、はい、1万1000円かな、そう先生松本純生先生は本当に有名な先生ですけれども、先生は30分1万1000円で松坂屋でものブースに来ていただけますね、うん、先生お願いしますこの日にということをご予約いただければあの見ていただけます。本当にねあのお優しいんですよ先生、だからあの生年月日を申し上げて前もって、ねうん、いただければそう準備ちゃんとしてね、うん、中身の濃い中身そうですよ、ねうん、もう、うん、なんか私本当にキャーキャー先生といつもお話しして、うん、もうさらっと の, あのアドバイスですけど、うん、多分かっちりこう お支払い申し上げたら、うん、多分先生はもっと綿密に調べていただいて、うんこうだからこうでこういう時にはこういうことをしてもう細かくその方のためのチャートみたいなのが分かるってことですよね。そう、はい、そう本当にあのそれは何て言うんですかね安心材料っていうか、うん、まあお仕事をねあの私たちもピン芸人っていうか、うん、個人でやってますけれども、うん、なんとなく全部を一人で決めて判断して、うん、まあこのイベントはこの日にしようとかいろいろ大きなね、うん、あの発表会とかもこうしようとかしようってもう一人で全部決めて もちろん家族にはそんな相談もせずに、って決めること多いんですけど、うん、まあでもこうするのは聞いとく方が、そうそうそうあの、うん、災いは避けられるよっていう、うん、そういうことですか、うん、先生、そうですね、はい、だから何かを始めるった時にはね時期的にどうかっていうことがね時期、うん、時期大事ですね、うん、でもそれさえここにやったら絶対いいよっていうのを言ってくださるから、うん、そういうことですよね、うんうん、あとそれとね、うんはい、よく天中札ってこう言ってもね、はい、あの昔からある厄年っていうのとねよく混同されてね、そうか、厄、うん、年と天中札の違い、厄、うん、年はね同級生全員一緒だね、うん、なるほど年だから、うん、年だから年で、うんうん、確かに、ね、はい、ちょうど先生なんか今日は資料がまあ、市販されてるこれは今そうですね本ですけれどもこれのあ先生どうぞ、うん、はいはい、すいません、うん、まあ高島屋劇団とかいろんなところでこう売ってるのを今ね先生が例えばで、うん、あのお持ちいただいてる、はい、結構こういう絵のやつね、うん、この、うん、この表ですね、うん、これは中世紀学という占いなんですけども、うん、これは歴史がすごく古いのね、うん、それでこれの中で、うん、九星気学九年周期でこう動いてくるんだけど、はい、そのうちの3年間が毎役翻訳後役っていうので良、はい、くない時なんだという話、ね、あなんかそれはよく、うん、ね、うん、だから表でもらったりします、うんうんはい、だからお払いしましょうとあしてますしてます、うん、というくらいで、はい、これはお払いで取れる、はい、天中札お払いで取れないからそれをね天中札もお払いで取ろうという人がいてねもうお払いに行ったから大丈夫あ全然大丈夫じゃないと、うん、お払い行ってきた方がいいよなんてすぐ言っちゃいます、うんうん、だから取れないそこのところがね一番こう天中札と厄年っていうのは違うっていうことね、うん、そうですね天中札はお払いでは、
跳ねのけられません、うん、宿命でございますっていう話で、ただ天中殺だからといって死んでしまうわけでもなく、うん、そうだね、過ごし方を気をつければ、うんうん、運気は先生、うん、上がりますか、うん、そういう意味で終わった後に上がってくるな、過ごし方によって、うん、終わった後に運気は上がる、まあ、これ聞きたいですよね、うん、どう過ごしていたら、うん、その明け天中殺が明けた時に上がっていくかっていうのも先生言っていただける、うん、当然当然当然そうですよね寝るやったら意味ないそうですよね、まあこれが人それぞれ違うのでご相談くださいっていう、はい、まあ、うん、そういうことですね、うんうんうん、もうとにかくこの天中殺は、うん、一つには不自然融合というちょっと難しい言葉ですけどね、不自然融合、うん、自然融合というのと、はい、それに対して不自然融合というね、はい、不自然、不自然、うん、だから不完全とか不完全、うんうん、そういう風になってくるから、うん、完成しない、その時に始めたものは、うん、だから天中殺で始めてしまったことは、うんうんうん、完成しない、だそこで家を建てましたったら、その家が、うん、自分のものにならないよという話ね、はあ、うん、そこはもしするためには、うん、代わりに代償を払えばいいよという話、うん、でもなんか高い代償払いそう、そうだから、その建てた時のなん、どういう天中殺かによって変わってくるね、まあそういうことですよ ね、うん、ね、家建てるとマンション買うも一緒ですし、そうです、うん、引っ越しとかも変わりますか、いろいろ引っ越しもね、できればしない方がいいね、やっぱしない方、うんうん、で受け身だから、例えば、うん、道路が拡張でね、うん、できるからどいてくださいと、はい、それはしょうがない、そうそう、それはしょうがないね、それはしょうがないですか、うん、でもいろいろアドバイスはでもあるよって、またそういうことですよね、うんうん、あるいはサラリーマンの方がね、はい、転勤だって、転勤、うん、会社の都合、転中殺だから転勤はって言ったら、これ積極的行為だからダメ、ね、そっか、その時は受け身で、最後サラーサラーと、そう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 、分かりましたと言って、うん、転勤も行く、うん、それでもどうしてたらいいですか、転勤の時、よからぬ方向に転勤、うん、それもその人もあれだよね、持ってる運命ですかそうそうそう、あ、まあでも、うん、まあ気をつけながら、うん、そこでも過ごすと、うんうん、転勤先でも気をつけながら、だからその転勤先で その、うん、それらしい過ごし方をすると、うん、逆に開けてから上がってくるから、うん、またそういうことです、また、うん、だから、うん、やっぱりその巡りの中でも、うん、天中殺があって、うん、その過ごし方が重要だよってことは先生でやっぱり今日何度もやっぱり言うようなことですよね、うんうん、そうですね、うん、あら、うん、他の巡りの、うん、ところよりもやっぱそこをパッと見て、うんうん、あ、もうちょっとで天中殺作るからとか、うん、開けたからとか、やっぱその、うん、なんて指標になるような、やっぱり天中殺ってそういうことなんですか、そう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 、ね、だからさっきね、うん、結婚なんか天中殺したらダメよって言ったけども、はい、逆に結婚できない人はその天中殺の力を借りて結婚する、え、そういう手もある、ちょっと待って、どういうこと、天中殺に力を借りる、そう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 、結婚不自然でしょ、え、不自然でしょ、だから通常であれば結婚ができない、そうしちゃダメ、しちゃうとなんか、うん、通常よからぬ方向に行っちゃいそうですね、うん、だから、はい、通常の時で結婚できない人は、はい、逆に不自然の時になったら結婚できると、なるほど、逆転の発想逆転の発想ですね逆転の発想です、それでやっぱうまくいった人もいる、うん、で不完全であればいいわけだから、結婚しても、そっか、もう最初から手が、うん、そういうことですか、例えば子供が、はい、ね、できないとか、ええ、例えばね、ええ、あるいは子供でもね、女の子だったら、ええ、割といいんです、男が生まれると完成になっちゃうの、あら、結婚の完成、あれ、まあ、後継ぎできるからね、ええ、だから男の子よろしくない感じになっちゃう、うん、男の子が生まれるとやっぱりこう、あ、別れちゃったりする、うん、そうそうそう、ね、あ、で先生はやっぱり、うん、そうなったんで、あ、この時にこうだったからっていうのが分かるってことですか先生、そう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 、はあ、うん、やっぱりそれは統計で出てますよっていう話ですか、統計じゃなくてもう理屈だね、これはこれはもう理屈だと、うん、屈、うん、だから一人の人を見るときに、うん、まあ、結婚してる人だったら、はい、いつ結婚して子供さんはって聞きたくなっちゃうわけよね、としみさん、なんか質問あります、占い、まあ、うん、三名学を中心にされてるね、うん、先生なんですけど、
まあ、さっきもね質問ありましたけど、まあ、漠然としてでもいいんです、何か大先生に、はい、恐れ多い大先生にね、生年月日なんですよね、はいはい、はい、生年月日で生まれた時間とかは関係ない、あ、時間関係ない、関係ないですか、時間にはあの神羅万象がないから、うんうん、日にちには神羅、ね、朝昼晩ってこうあるわけじゃない、うん、はい、うん、月にも、はい、ね、うん、月の満ち欠けがあるから神羅万象があるね、1年が太陽、うん、ね、春夏秋冬って季節がある、はい、神羅万象あるから、うん、年と月と日にちにだけは自然っていうのがあって、うんうん、その日が一番最小時間だから、うん、それがその人自身になるから、うん、その生まれた日に、うんうん、その最小時間がいつ生まれたってことで、天中殺範囲が決まってくるわけ、もう範囲がそれでもう日でいいということなんですね、うんうん、だから時間はね、よく四柱推命とか、うん、いろいろな分野の人は四柱、あの時間を使いますけども、あれはあまり、うん、ナンセンスです、なんか一見詳しく見れそうだけどね、うん、一見ね詳しく見れそうだけどね、うん、はい、あ、はい、脇さん、うん、あの天中殺で、うん、こう私トラウ天中殺で2月の4日から4月の3日、うんはい、ですよね、はい、分けたばっかりの前後、うん、そのなん例えば4月の4日から10日ぐらいまでとか、うん、あと逆に2月の頭ぐらいから3日ぐらいまでとかっていう、うんうんうん、その際もなんとなく私の中でちょっとこう違和感っていうか天中殺っぽいなって感じるんですけど、そういうなんか徐々に天中殺に入っていく、徐々に抜けていくとかってそういうのってあるんですか？うん、ありますね。はあ、うん、そうなんだ、うん、ただね、まあ、正確には本当ピシャッとこうなってるんだけどね、正確にはピシャッとなってて、本当1日違いでガラッと変わるという場合もあるんだけども、基本的には木というのがいきなりスパンスパンと変わっていかないね、うん、こうあの暖房つけた時もいきなりすぐ暖かくならないじゃない、徐々に暖かくなってねって、そういう感じ、うん、あります、うん、だからあんまり際どいところでね、うん、ドタバタやってもあんまり良くないな、あ、際どいところでドタバタしない、はい、もう入るよって時にわたわたしてやっちゃおうとかじゃなくて、うん、っていうことですね、先生、うん、はい、落ち着いてそこ、うん、気をつけるということです、うん、でも開けたばっかですよね、マキさん、もう、いや、開けた、まだ開けてません、来年の2月の3日まで、あ、年で言うとね、去年と今年だからね、ね、過ごし方ね、そして開けたかなと思ったら天中月が2月3月ってこうあるから、うん、そうか、年の方のその天中殺は、うん、あれなんですか、その2月2月の4日から2月の4日から4月の3日までっていうのは変わらない、うんうん、変わらない、じゃあ年が明けるのと月が明けるのは一緒って考えちゃってるんですか、来年の4月の3日になったら、うんうんうん、どっちの天中殺も開ける、そう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 、あ、そこがすっきりする時なんですね、でも徐々に開ける気をつけろっていう話になる、うん、話ですね、いやもう本当にね奥が深すぎて、うん、もうこんなたたね10分20分ではもう先生話し尽くせないと思いますけれども、うん、あのもう一度申し上げますと、あの占い師になりたいなっていう、方は、東洋宿命学院静岡校高城にありますね、はいはいはい、あのこれは入るあの入学する月っていうのは決まってますか、ね、4月募集10月募集とかってこうあるんですけどね、うん、はい、あのちょっと遅れたりした場合は、うん、ちょっとやって追いつくから、はい、別にあの5月でも6月でも、うん、ご相談いただいて、はいはい、あの個人レッスンとかもなんかこう方向してもらったりとかもできますかね、はいはい、できます、はい、ね、うん、で、あ、まあ、あの高城の方にあのビルがありまして、そちらで、講義をして、占い師目指していらっしゃる、ね、学生さんというか、はい、習ってる方いっぱいいらっしゃいますけれども、うん、皆様本当に聡明な方で、ね、たまにあの打ち合わせとかで行かせていただくと皆さんいい方で素晴らしいですね、本当に、うん、であの実際に鑑定してほしい、占ってほしいなっていう、方は、松坂屋の北館5階ですね、ブースがございます。で講師の方が常に常駐されていらして、はい、30分単位で見ていただけるんですか？
そうですね、まあ最低20分から20分から、うん、20分をいくらで見ていく20分は、うん、あら、はい、3000、あ、4000くらいかな、くらいかな、ちょっと3000円か4000円で見ていただきます。30分だと、はい、うん、30分で確か5500円かな、確か5000円になります、うん、はい、で先生お呼びするよって、うん、あのお呼びしてほしいなとか、ね、先生にぜひっていう場合は、うん、30分1万1000円 で、ね、はい、あの見ていただけます。その代わり必ずね、データは、いや、そうですね、前もってデータを、うん、あのお聞かせいただいて、うん、あのちゃんとお調べして、あのその方に合った鑑定しっかり見ていただけるということですね、はい、うん、まあ、でも本当安心材料ですね、人生のこうやってきて、うん、ああよかった、ああ避けられたとか、うん、ああ幸せでいられますようにとか、いろいろありますけれども、はい、いろんなもう人生の山あり谷ありを、うん、あの過ごし方を、まあ、聞けるという感じですね、はい、先生、うん、はい、ありがとうございます、うん、今日もいっぱいお話を、ね、していただきましたけれども、お気軽にブースにも来ていただいたりしていいわけですね、はい、でお問い合わせもあの東洋、宿命学院の方に、ご連絡くださいませ、よろしくお願いいたします、はい、で私の方からも、ちょっとインフォメーションがあるんですけれども、6月の11日日曜日ですけれども、浜松のクリエイト浜松というところで、エストゥディオユカフラメンコ、岩ヶ谷ユカフラメンコ教室の発表会がございます、チケットは2000円です、今絶賛発売しておりますので、ぜひお問い合わせください。今日はあのチラシあの持ってこなかったんですけれども、あのホームページの方でチラシも出ておりますので、ぜひご覧になってください、フラメンコ舞踊家の岩ヶ谷ゆかです、どうぞよろしくお願いします。で次回の、ゆかつんのときめきの扉のゲストですけれども、第11回ゲストは、アーボンハウスフラメンコスタジオ、オーナーであり、フラメンコのギタリストであります土屋道明さんを、お越しいただいて、うん、もう30年40年50年ずっとあのギターをあの弾かれていて、まあもう清水静岡、まあまあ、全国を含めましてです、もう本当に有名な、ギタリストの先生をお迎えして、フラメンコギターについて、いろいろな質問をしてみたいと思っています。また本当にあの興味深いフラメンコの歴史についても、伺ったりもしますので、ぜひ、5月の9日夜8時からゆかつのときめきの扉ご覧になってください。では今日は終わりになります。先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。先生手振ってください、はい、終わりました。マキさんありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。